どうも、エルカブギのエルグダです。どうも、ネロヤシです。ということでね、はい、男子学生、あ、男子学生、全国の小中高校生の、大人になったらなりたい職業ランキングとあって、まあまあ、よく聞きますよ。1位が会社員になったということです。ま、で、あ、公務員じゃなくて会社員か。前、YouTuber で。はい、で、YouTuber が2位になったんだって。おー。これ完全に渡辺真琴さんが、捕まったと違いますか、うん、ということだそうですね。はじめ社長とか見てるから、社長になるのはどうしたらいいんだって会社員なるほど、社長の逆さんで言って名前のね、逆さんで言って、まあ、会社だと、あ、会社の方が簡単らしいぞと、そうそうそう、企業だよって言われたね、企業しなさいって教えた。一回も調べてないけど、多分 YouTuber とかで社長とかつけて全然言ってないやついっぱいいんだろうな。まあいるだろうねで、それを見てて、あ、会社員の方が実はいいんじゃない、社長になるなら、うん、だってさ、昔のプロレスラーだったらね、うん、猪木なんて一番強いから社長だったわけでしょ。まあ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 、まあ、いろんな面で、ね、高田信彦とかいろんな面で強かった。当時一番強いやつが社長だったのよ。ああ、なるほどね。関係ねえだろみたいな。まあね、どの団体もジャイアント馬場もそうじゃん。ああ、そっか、うん、強いやつが社長ってよくわかんないじゃん。そうそうそう何それ。ねえ、ねえ、というハンコとかもね、押すわけですから、ヤンキーのヒエラルキーで一番強いやつが社長なんだけど、ハンコ押す業務に追われて練習できなくなるっていう悪循環があったね。あったね、あったね。ねえ、田上さんがちょっと大変そうでしたもんね。田上さんね、あのプロレスリングの田上明ね、はい、赤いパンツでしたけども、うん、ということと、うん、あとはね、まあ昨日ですか、うん、SKE48 の元メンバーら男女4人を詐欺の疑いで逮捕ということで、うんうん、まあ、山田ジュナさんっていう人がトレンドの1位に入ってましたけど、はいはい、まあ知らないですよね。まあね、だからこれってさね、やっぱ芸人でね、よくある、うん、まあよくあるって言ったらかわいそうだけど、うん、まあ、芸人を辞めたり、芸人って実際席だけ残してて、うん、この人は知らないけどね、実質やってないのに捕まった時に芸人の、まあなったりします、ね、で大体見出しに使うとやっぱ引きがあるじゃないですか、お笑い芸人の誰々さんがみたいな、はいはいはい、ね、ありますよね、あれ思い出しますよ。うんうん、だからさ、芸人を目指すやつってさ、 M1 にも出たっていうけど、うん、今1回戦っていうねまあ熱かったね、何とも言えないやつありました、ね、山に水槽を捨てた疑い、うん、M1 芸人逮捕、うん、なおこのコンビは去年 M11 回戦で敗退してた、もはや M1 芸人じゃねえだろしかもさ、うん、あれ1回戦とか書くのよくねえんだよ、あの結構さ、うん、他の人とか職種の人と喋ると、うん、M1 の決勝の1本目のネタのことを1回戦っていう人がいるじゃん。ああ、はいはい、知らないじゃん予選をさ、いろんな会場でやってるなんて知らない、知らないじゃんね、知らないね、夏とかやってるのは知らない、それが普通なことだから、うん、当たり前です。そうだから M11 回戦敗退はものすごい、うん、あの持ち上げてる可能性もありますから、ね、だからね、ちょっとで芸人がさ、よくさ、辞、うん、めたやつとか席だけ残してて捕まるやつがたまにいてさ、うん、なんかさ、やっぱりなんだろうね、あれ楽して稼ぎたやつが入ってきてるんだよね、芸人っていうのがあるのかなってちょっと思うけどね。だから事情聴取の時に、うん、会社員とかでバレたくない時に最初芸人ってする可能性あるの、うん、そっちを隠してんのか、そっちを隠すために芸人って言って、うん、そうそう、フリーですよみたいな、会社に連絡しないでくださいみたいな感じもあるんだよね、バレていい方を言ってんだ、そう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 、傷つかない方でもあっち出すとな、だから全然知らないコンビ名がたまに出てきたりしてさ、うん、それみんな検索してワードで言っちゃうからさ、うん、あ、実は良くないよな、もしそうだとしたら、うん、今の方がな、うん、いいと思うけどね、うん、ということでね、まあこの元 SKE の人はあれらしいね、そのランキングとかそういうのはまあ入ったことがないかったっていうなんか、うん、こうそれもちょっとかわいそうだけど、そこは言わんといてっていうのはあるけどな、あと一回も入れなかったなら、うん、元 SKE のって言わないであげるとかね、まあね、うん、っていうのもちょっと俺はあると思う、うん、一生背負わせるようなもんでもない、ダブルダメージだもんな、うん、あんまり良くないと思うんだよ僕書き方として。でやっぱりさ、うん、もちろんね、良くないことをして捕まってるんだけど、うん、コメントとかでさ、うん、だから売れなかったんだろうね、みたいなことを書かれたりして。かわいそうなのはさ、うん、その SKE ってつけるっていうことはさ、はい、SKE がさ、有名だからじゃん。はいはい。ね、そこをみんな頑張って有名にしてんのに、こういう使われ方はね、うん、ちょっと嫌だよね。だからこれやっぱちょいちょい言ってますけど、格闘家の誰々逮捕っていうのを格闘家の人が嫌がるっていうのがあってね。うん、で、なんでかっていうと、格闘技って、芸人ってのはダメージを負わないじゃない、芸人の誰々って出たとこで、うん、ゴールデンのね、今のお笑いがダメなんだってなんないじゃない、うん、でも格闘技の人が例えば、まあ、暴行とかすると、うん、格闘技って野蛮な人多いんだな、うん、で格闘技っていうものが今頑張ってメジャーのテレビに出ようとしてタトゥーのいる選手とかもいる中、うん、でいろんなスポンサー戦ってる中、格闘家のとか、でもその格闘家って書かれる人はアマチュアの大会2回出ただけとか、まあ
あるわな。で、書かないでほしいってよく見るね。だから、うん、だからバリューをつけるには、はい、ニュースバリューつけるのは書き手側なんだよな、うん、なるほど。これ恐ろしいことですよ。ビューを稼がなきゃいけないし、そうそうそう、ペンは暴力で、ね、記事を売らなきゃいけないし、そうそうそう、新聞を売らなきゃいけないし、そういうことでございます、ね、恐ろしいですよ、ね、っていうのを使ってビューを稼いでる YouTube チャンネルでございますけどもね。いやいやいや、あと木下ゆきなさんが復帰らしいですね。あ、そうですか。だからヤンキーモデルで復帰していたということで、おー、すごい。ヤンキーモデルっていうのもあんの。いや、すごいね。ヤンキーモデルっていいんだ。なんか島大輔さんみたいな。いや、ヤンキー俳優。ヤンキー俳優。うん、あと、ヤンキースイーツ、的場浩司ね。うん、あんのかな、そういう感じ。ヤンキー YouTuber、朝倉未来。あれだって、ね、ピアス作るんじゃないよって見たらね、よく見たらタピオカだったとかな。ヤンキー漫才、新助龍介。ヤンキーの需要ありますよ、やっぱり。ヤンキーの需要ある。ヤンキーは需要あるな。そうね。うん。確かにね、母校にも帰るしな。俺、この前、ラフコントロール重岡さんの、あの、街録、街録か。っていうそのずっと密着してるやつ見ちゃって、それはまあ元ヤクザでその時のこと語ってるんだけど、すんげえ面白いわやっぱ。ああそう。だって誰も経験できないし、で今ラフコントロールさんってお笑いコンビで、あの世田谷クリーンって会社を立ち上げて、そのエアコンの清掃会社で YouTube チャンネルも世田谷クリーンでやってる。なるほど。でこれはどっちにも還元できるようにしたいのと、あとは芸人がやっぱいつかは売れなくて辞めたり、あと芸人を売れないけど続けたい人がいるから、そういう人の受け皿にしたり。ああ。すごくない？はいはい。三沢光晴がコミッション作りたいって言った時と同じこと言ってる。同じこと言ってる、ね。俺かっこいいなと思って。で、なんか気になってラフコンさんの動画何個か見ちゃったんですよ。あ、そう。で、同期がカジサックらしくて、うん、カジサックさんがラフコンになったら力になるっつって、YouTube の一発目で出たりとか。ああ、そうなんだ。うん。へえ。ちなみにあの、木下ゆきなさんは、その、どんなんですか？悪いに犬って書いてる、なんて言うのかな、そういうブランドなのかな、悪犬っていうマスク。めちゃめちゃ悪いですよ。だって真っ黒のマスクに白地で悪犬って書いてますから。ね。なんかそのヤンキー系のファッションの需要ってあるのね。まああるだろうね。かっこいいしね。昔言うとさ、ね、エッグみたいな。あのガングロギャルみたいなさ。ヤンキー系、わかんないけど、ブカッとしたやつだったらジャックとかあったけどな。あったあった。とか、だから、ね、うん、あれもそうでしょ。言ったらおじさんで言えばレオンとか、あれ、ちょい悪、親父の。はい。まあ、いいんじゃないですかね。レオンの表紙に秋山義弘がなったっていうのを吉田豪さんの本でいじってましたね。あ、うまいっていう感じでしたけどね。というね、ことでございます。これね、ヤンキーが着ている犬の服といえば見覚えのある方もいるのではないでしょうかということで。なんか、可愛い犬のロゴデザインがヤンキー層にヒットしていると。ギャルフィーっていうのかな？ガルフィーだ。っていうところのモデルをやっていると。いうことでございます。まあ、綺麗な人ですからね。いや、めちゃめちゃ綺麗でしょ。ホットパンツ履いてコンビニで買い物してる写真も何回も見たもん、俺。フジモンさんと。いい一番似合いますね。何回も見なくていい。マジで。うん、多分、本当にビーズの稲葉、ザジー、木下ゆきな。ぐらい、うん。ホットパンツの似合う。そんぐらいっすね。昔の TM レボリューション。履いてたっけ？履いてないの？履いてたことにしても怒られないか。ホットパンツよりもちょっと上半身の方がすごい派手でしたから、ね。あ、確かにそっちに目いくからな。そっちに目いっちゃうから。あと、ブワー風来てるから。うん、あと、スーパーひとしくんもね、結構短くて。ホットパンツはね。まあ、半ズボンですよね、あれはね。探検家としてはね、あんな格好したらね、ヒルダとか蚊にやられちゃうから、ね。そうだね。どうなんだろうって。普通は露出を抑えて。僕は思いますよ、ね。確かに。はい、だから砂漠用だよね、本当に。ピラミッド用の格好だよね。そうね、下のズボン履いてた方がいいもんね。履いてた方がいいもんね。普通に考えたら。ね。そういうようなね、まことでございます、うん、そしてね、うん、柴田さんがね、はい、人気格闘家 YouTuber 格闘家か、はい、は初めてバラエティ番組に出たらそうなんですが、うん、反射神経がすごすぎてついていけないと言ったそうです。あ、喋りのってこと？芸能界はすごい。俺たちは YouTube で用意したことを面白く喋ると、うん、でここは反射神経、自分は全然ついていけない。うん、そのトップオブザトップにいるのが松本人志さんらしい。っていうのを YouTube で喋ってる。有田さんの番組に出たっていうね。ああ、なるほどね。ことで。あ、確かにそうかもしれないね、うん。この画面に向かって喋ってることが多かったりするし、はい、ね、コメント拾うのもやっぱ、うん、なんつうちょっと自慢あって、はいはい、しかも返せる。簡単に返せるやつを。コメントも選べるしね。自分の拾いたやつを選んでもいいわけだし。選択肢があるからね。難しい。また違うジャンルだよね。だ今かなり工作って言われてね。YouTuber で人気ある人がテレビに来て、で、テレビで、やっぱどうしても椅子に座れない人が YouTuber に
になってっていうのが交錯してる時代になってきてるし、ね、よく言われてますね。で柴田さんが一応ナダルさんがコロチキの、うん、がなんか何回もマウント取ってきてちょっとうざかったっていう話を、ちょっと柴田さんが今そことの構想で稼ごうとしてる感じはありますね。あるかもね。いや面白いですね、うん、コロチキナダルにマウント取られるって記事になってないですか、うん、柴田からマウントポジション取ったら大したもんよ、はい、どっちも美味しいんじゃないどっちも美味しいのかな、どっちも美味しい感じしますね。ねえ、ということでね、はい、ございます、うん、ね、まあいろいろありますサッカーの森本もトレンド入ったりね。ああそうだね、いろんなことがありますねここ最近。いや、うーん、パラグアイでね、うん、そうですよ、パラグアイでなんか飲酒運転ひき逃げしたっていうニュースになってるけど、うん、南米のサッカーのさ、うん、あれは怖いよね。あファンとかね。そうね、昔はほらコロンビアの代表とかさ、うん、撃たれたじゃん。ああはいはいはい、オンゴールしたらなんか、うん、怖いですね、国の威信背負ってるから。そう怖いよ、誰かがパラグアイがバイアグラに見えて仕方ないってこのニュース引用しなきゃダメだったのかってちょっと思うつぶやきを関係ねえだろみたいな。いや悩みだからね悩みそうなんだよ、見えて仕方ない。そうそう、ね、悩みだからそういうのはちゃんと真面目に受けてね。そういうことですかね。そう、なるほど、大変ですねって。まあそんなところです、はい、といったところでまた明日お気になさってください。お願いします。目に受けて、ね。